時計は壁掛け時計の一種である。ドイツ南西部にあるシュバルツバルト地方で普及されたと言われる。重りで動かす木製の振り子時計である。毎時ちょうどに時計上部の小さな窓から小鳥の模型が顔を出し、時刻の数だけ鳴き時報を教え、犯にも一度なく。人形のついているタイプは、小鳥と同時に針金などを使い、巻き割りを始める。動きなどを時計の中に入れ。 ほとんどの場合は、ポッポの時報と同時に金が鳴り、スイス製、シリンダー式オルゴールが流れるものもある。1783年、ドイツで発明されたと伝えられているが、発祥時期の明らかな文献は残っていない。ドイツとスイスの国境に近いシュバルツバルト地方がその原産地で、スイスでも一部作られている。ドイツには、シュバルツバルト時計協会があり、 おもり式場と時計の品質証明書を発行している。この証明書は、シュバルツバルト時計協会が定める品質をクリアしている証であり、その基準を満たしている伝統のシュバルツバルト産、機械式場と時計にのみ、その認定書が付けられている。日本では、鳩時計と呼ばれるが、本来は、格好がなく時計である。格好の別名が、ンコトリであるため、 縁起が悪いと変えられたという説がある。鳴き声は時計内部にある高音と低音の二つの不意語により発音される。メディアを再生する動作の一例本体のデザインは伝統的に葉のついた巣箱型のものや山小屋型のものが多い。振り子には葉の形をしたバランスがついており、その上下によって振幅の速度を調整する。時計の文字盤はローマ数字である。 動力源は鎖についた重りの重力である。重りは細長い松ぼっくり形状で、通常二つまたは三つあり、一つは時間を動かすため、もう一つは時報、そしてもう一つはオルゴールを動かすためである。ムーブメントには8日巻きと1日巻きがあり、重りのついていないもう一方の鎖を手で引くことで巻き上げる。オルゴールがついたものは通常時報ともに針金などを使って、 木製の人形を動かし、オルゴールがその後に流れる。その曲に合わせ、人形が回り出す。伝統のおもり式場と時計が普及している一方、現在では、ドイツ国内市場は、もちろん、アメリカ、日本、中国などでも、新しいムーブメントを組み込んだクオーツ式の、ハット時計タイプが多く販売され始めている。おもり式同様、電池式でも時報は、小鳥が出てきて、 ッコを録音したものが流れ、時間を知らせる。メロディを搭載したものもあり、メロディに合わせて、モーター駆動の人形が動く。柿川あゆこ、そう呼ぶのは、日本人だけ。実は、鳩じゃなかった、鳩時計の謎。サライ .jp、https コロンスラッシュスラッシュ serai.jp スラッシュホビースラッシュ300019。ありがとうございます。